ッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。チャーシュ。挨拶はもう心で勘弁して。いやマジックやばい、めっちゃ緊張してんじゃん。やばいマジで。こいつさ、これから走るんですけど、オープニングどうするって聞いたら今日いいかな。ふざけんぞお前。なんでこんな緊張してんの、意味がわかんない。はい、ということで申し訳ございません。皆さん OD できてます。はい。顔白い。緊張してる。なんでだ。大丈夫かこれ。なんで緊張してるか教えてよ。自分に期待してくる。もうちょっと震えた。でいつも自分は思ってます。はい。ということで今日 OTT に来てるんですけれども、はい、今日は戦後、はい、シンプルに自己ベストを狙える状態に仕上げてきたので、タイムが4分20秒が自己ベストだったんで、うん、まあそれを確実に越していこうじゃないかと、まあ、シンプルな企画になっているんです。うん、目標は15だっけ。15から、まあ、20の間、この自己ベストの20は絶対切る。20切る。20切る。あれ俺15切るって聞いたんだけど。4分20の組に応募したんですよ。うん、4分20のグループで 1000m まで行って、そっから、まあ、どれだけ余裕があるか分かんないんですけど、ビルドアップするっていう。試合で自己ベストも狙うのは大事なんですけど、あくまでもその 3000m9 分1桁を狙うためのレペテーションというか練習という位置づけで試合出ます。よく言えばその4分15秒っていうのは出したいんですけど、とりあえず自己ベスト。なんだけどなんでこんな緊張してるんだ。どうですか調子は。重い。緊張してるから重いのか、シンプルに重いのか分かんないんだけど、いやでも絶対自己ベスト出るぐらいまではもう練習もできてるし仕上がってるんです。動画では結構あの1500本、2001本のなんか垂れた姿とか、うん、TT の5000とか上がってるかどうか分かんないんですけど、そこしか見てないから視聴者はあなって思ってるかもしれないけど、うん、本当に仕上がってるんで。なるほどね。今日はじゃあ福島で行くと。そうです。福島背負っていくと。あの洗濯し忘れてこれしかない。頑張ってください。頑張ります。はい、今できることは一回やっていくので。そうです、はい。負けないように、負けないようにしよう。行こう。雑だ。ダッシュで行こうぜ。時計持ってもらう。ん？時計？なんで？いやもう見ない。え？感覚で行く。感覚で行くの？はい。背中だけ見て、最後のラスト一周まで集中して切り替えたい。あ、じゃあそのタイムでこう気持ちの上げ下げしないってことか。そうそうそう。こっち見て。こっち見て。これはこうです。ああ、そうです。そうじゃないです。こうです。ありがとうございます。なんでこんな緊張してるの？マジで意味わかんない。久しぶり。久しぶりです。久しぶりです、三宅君。いや、僕はもう今回引退ぶりにガチアップしたんです。吉木さんのために。ために、ありがとうございます。これ後で。ああ、わかりました。ちょっと請求してください。インセンティブで。わかりました。いいな、見たけどいっぱい走れるなんて。確かにね。吉木さん結構走ってますね。最後の200僕引っ張ります。見たけも頑張ってね。しました。
上がるぞ、もう一個上がる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 、来てるぞ来てるぞ、あ、いけるぞ、ここでいけ、一桁いけ、一桁上げる、上がる、上がる、いけ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 、銃切れる、銃切れる、いけ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 、ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。お疲れ様です。緊張から解き放たれたこの感じ、これがやめらんねんだよな。気持ち悪い、完全にウキウキしてんじゃん。言ったらもう早く言いたいんでしょ。タイム、タイム4分13秒3でございます。早い、これは早い、やばい、これはこれは来たね。最初のあの緊張感はこのタイム出すためにあったんだ。あんまり叩かれるかもしれない。まあでもあのしっかり目標を言いながらプラン通りレースをこなせたのは初めてなんじゃない。こうやりますって言って実現したのが初めてだ。そう、出川君が4分15出たらいいですって、それよりも上なのはこれマジで初めて。お前緊張してたのもね、結果が出て嬉しいのも練習してたからなんでしょう。まあ、一番なんかその評価したいのが自己ベストもそうなんですけど、やっぱラスト切り替えるっつって切り替えられた63ぐらい。うわー、400、はい、早い。今回の MVP は見たけということでずっと後ろにいるから、ね、あ、お疲れ様です。この結果が出たのももう本当にナイスなペースメイクがだから、カメラ外でだけ何て言ったらってバチアップしてくるわマジで上の人工芝で一人だったあ、もう大丈夫です。あ、です。だから出たくなかった無理やり出しました。まあまあまあ、冒頭でもありましたけれども、これ通過点なんで、あくまでも吉田3000で9分10を切るっていうのが目標ですので、はい、ここで一喜一憂せず、そうですね、はい、また明日から頑張ってくださいっていう動画です。感謝の言葉は特に、え、すごい、すごい、はい、ありがとう。そういう空気になるよ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。